さあいよいよ今日のメインイベントが始まります。沖縄県大野山体育館であります。那覇空港からもう車ですぐのところでありますこの大野山体育館、 3AA チャンピオンでありますジャガー横田、今ライオネス飛鳥を従えまして入場いたします。そのジャガー横田に対しまして拍手そして声援を送っております。今日のゲストの松岡喜久子さん、そして音楽が変わります。さあこれからが体験であります。ランプ松本クレンギュー最悪コンビ凶悪コンビの登場であります。まあ、あの沖縄のお客様は各会場でねあまりよくこのランプ松本クレンギューについて知りませんので ね最初はびっくりしてますよ。ああそうですね、ご覧ください。例によって謎のマネージャーが今旗を振りながらゆっくりと花道を通って登場であります。どうですか松岡さん、すごいですね、この態度といいますか。ちょっとあのテーブルから離れた途端になんかやりたい放題のことをやってるっていう感じで、大丈夫でしょうか。完全に何かもう行かれてますでしょう。もうパンクファッションそのままですけどね、はい、あんまり大きい声で言えないんですけどもね、今ちょっと放送席の方にやってまいりました。いや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 、次にですねこのマネージャーが旗を持ちましてね、今軽くリングサイドを一周いたしまして放送席の机を蓋をしてね、なんということでしょうか、極悪という旗印。そうですね、極悪にドクロのね、はい、ドクロ印極悪ですか。あれは誰だかわからないんですか。もう本当にね、とにかくあの男性ですから、男の人ですか。男にはもう間違いないんですけどもね、とにかくこのマネージャーが出現してですね、何かあのダンプ松本もクレンギューも自信を持ってと言いますかやりたい方なんですね。そうですね、やはりあの松岡さんやね筑後さんなんかでもマネージャーがちゃんとついてきますとね、何をやってもいいとか安心しますか。いやでもちゃんと節度は守ってますよね、筑後さん。そうでしょ、そんな叩いたりしませんよ。ところがこの2人にマネージャーがついてからろくなことはないんですよね。あれ完全に煽ってますからね、今だってあの可愛いお嬢さんがね綺麗な花束を渡したんですけどもね、本当にあの放送席を今蹴った以上に失礼ですよ。お客様の中にね花束をね軽く投げ捨てました。さあこれから選手の紹介であります。この試合は60分3本勝負タッグマッチ。今日もまた空手殺法が炸裂いたしますか。ショーライオネスアスカ、世界一強い女 3AA の世界シングルチャンピオンでありますジャガー横田。右手に鎖を持っているこれがクレンギュー、髪を染めてこれまた右手に鎖のダンプ松本、そしてレフリーが阿部志郎であります。今日はこの阿部志郎レフリーに対しまして上田慎二コミッショナーから厳重注意が与えられております。もうとにかくですね今日久米島のようなですね、あるいはあの他の会場でももう本当にどちらかと言いますとダンプ松本クレンユーサイドに立っている阿部志郎なんですけども、こういったもしレフリングをやった場合にはすぐにですね全日本女子プロレスの、リングからもうあの永久に姿を消してもらうと、そのぐらいの強いですね注意が与えられているようですよ。そうですよね、まあ、あのレフリングっていうのは一番ね、はい、公正な立場であのさばいてもらわないとですね、はい、試合になりませんからね。ご覧ください、いつもとちょっと違います。いやー謎のマネージャーがびっくりした感じでねカウントを取られたということはありませんでした。しっかりとねさすがにコミッショナー通達聞いているようであります。さあ今あっとまだ試合が始まっていなかった、今正式のゴングであります。さあ試合が始まりました。ジャガーがいった、マネージャーの先制攻撃カウントが入りました。続いてライオネスアスカであります。
さあ阿部志郎がですねやはり公正なレフリングをやりますとちょっと凶悪コンビとしてもね今日は苦しいかも分かりません。なんと言いましてもライオネスアスカであります。いきなりジャイアンツインから入ってまいりました。やる気十分のライオネス、今日はジャガー横田とコンビを組んでの必殺アット。しかし逆ですね。さあ今度はクレイング強烈なボディアタックであります。これが出ますとこの仕様もありません。さあ一瞬のパッケージフォールド行きました。しかし相手が大きすぎます。この野郎という顔面攻撃、ダンプ松本からクレイユに今変わっている。さあクレイユ、そしてジャガー横田を捕まえた。体が違います。すっ飛んでいきます。まあ、体の大きさだけ言いますとねどちらがチャンピオンか分かりませんですけどもね。松岡さん本当ですね、でもちょっと頑張ってもらいたいですね。はい、早速狂気攻撃が出てきましたね。今ね狂気を持ってたでしょ、胸に引き抜いた。はい、しかしさっと胸元に隠しております。これがダンプ松本であります。やりたい放題のダンプ松本、そしてクレイニュー凶悪コンビ、全くもうこの2人が登場いたしますとリング上は無法地帯と勝つわけであります。やりたい放題、これだけやれたらもう何にもね心配事はないでしょう。しかしですね逆にあのジャガー横田なんかに言わせますとね、2人があれだけやりたことをやるのはレスリングのテクニックがないからだと言うんですよね。テクニックを持ってないからあれしかないんだって言うんですよね、まあ、そういうこともね、はい、一面では言えるでしょうけどもね。しかしまあ怪獣自体だってね、はい、大変なもんですから。なんかね黒っぽいものを出してますか。やはり持ってますか。持ってましたね。あの胸かどっかにしまって、はい、どこが胸だかお腹だか分かんないけれども、また何か出しましたかね。あ、キラッと光ってますね。右手に凶器が光っております。あ、ライオネスアスカ今抗議どうか。クレインユーに渡しましたかね。はい、そうですね。さあ試合はダンプそしてライオネスアスカの対戦になっております。あっと後ろから行った。クレインユーが出ていきました。あっと、そしてあーなるほどなるほど、今あのプレイヤーが盛んに阿部志郎レフリーの注意を受けてますね。しかし今日の阿部志郎レフリーはなかなかねしっかりとしたレフリーぶりであります。小早川さん、この試合に関して何かあのレポートありますか。はい、阿部志郎レフリーがですね、はい、厳重な注意をコミッショナーから受けたんですがね、ただ控え室あるいは選手のところいろいろ回りましてね、なかなかニコニコしてるんですよね。これがどういうことに現れるかなってちょっとわからないんですけれどもね。そうですか、はい、さあ今日は小早川レポーターの横にはですね上田晋司コミッショナーもね座ってると思いますんで、また何かありましたらその時その時のね処置について、上田晋司コミッショナーの生の声を入れてもらいたいと思います。この試合は60分3本勝負、しかしやりたい放題凶悪コンビ、線抜き、あった、また場外です。今マネージャーに渡しましたね。福本さんなんか一番あの危ない台風の進路に座ってますんでね、そのあたり十分気をつけてくださいね。来るんですか。怪我はといけません。十分気をつけてください。徹底的にもう凶悪コンビ、こんな人たちにはもう何を言っても聞きません。とにかく逃げるしかありません。逃げてください。さあ、いやー満員の大野山体育館、ファンがこの子を散らすように手間取っております。2つに分かれました。お客様の中に投げ込まれたのはあっとジャガー横田だったんですね。そして向こうでは、はい、塩野さん本部席の方はですね、はいはい、もうダンプ松本が大変ですね。そうですか、もう花がね乱れ飛んでいますね。なるほどね、それどころではありません。もういろんな攻撃を加えています。ご覧ください、普段に花びらが散っております。リング下、もういつもこのダンプ松本交流が登場いたしますと会場は生産そのものであります。さあようやくリング内に試合が戻ってくれました。ライオネスアスカいった、続きヘッドバット、連続ヘッドバット、そしてクレインユーを捕まえた、ロープに振る。さあ手前がロープに、そして制限であります。カウンターになってお腹に入りました。さあ今度はどうか、ボディースラムだ。とにかく大きいクレインユー、そしてジャガー横田が入ってまいりました。ジャガー横田、この大きなクレインユーどうでしょうか。持ち上がりません。1回目、さあ2回目いくか。あっと人間風車、これは後ろに落としました。見事。さあカウントはしかしワンであります。
福本さんね、はい、今攻撃をしているジャガー横田、体は小さいんですけども世界強い女、 CWA の世界シングルチャンピオンなんですよ。あ、まさにもう顔を見るとジャガーそのものですね。すごいでしょ、素敵でしょ、はい、もう松岡貴子さんのね、大変なお気に入りです。さあ今ジャガーからライオネス飛鳥に変わりました。しかしコーナーにね、ライオネス飛鳥今突き倒されておりば、あーっと見えないところで強攻撃、これは阿部志郎レフリー見えません。今長与千草が教えております。阿部志郎レフリーに強攻撃を教えております。カウントが入る、カウントが入る、今日はサットカウントを取ります。こうしてみますと、あのどうですか宮本さん、はい、今日も阿部レフリーはちゃんとやってるようですね。まあ表面上はね、表面上はやってるんですけども ね、 なかなかあのマネージャーに懐柔されたりですね、はあはあ、そのあたりがありますかね、はい、はい、マネージャーに狂気を返しちゃいかんじゃないですか。そうですね、今なんかもちょっとそういうとこありましたよ、はい、しかし塩野さんですね、はい、コミッショナーのこれまでの見た印象ですけれどもね、はいはい、厳重な注意をそのままよく守っていると。あ、そうですか、はい、試合前にはですね、はい、申し変なあのジャッジを下すようなことがあれば、はい、もうすぐさま出場停止と、はい、そうでしょうね、はい、まあとにかくね、格闘技したがってレフリーの役目というのは本当に重大であります。一つ間違えますと大変です。そんな格闘技の中でどうもこのところこの阿部志郎レフリーの動作がやけに目についておりました。しかし今日はなかなか公正なレフリングのようであります。後ろから攻めておりますのがダンプ松本、100キロを優に超えております。そして顔面から汗を流しながら苦しさに耐えておりますのがライオネス飛鳥であります。まあ、今日はあのガウンに、あ、またちょっと待ってください。よーっと、いやジュースの缶ですけどもね、あれだけ大っぴらに使っちゃいけません。ぺしゃんこになってますよ。ぺしゃんこですよ、平気ですからね。さあ、あーこの野郎というライオンサースか。しかしダンプ松本負けておりません。まあ松本優もですね、はい、非常にまあ無差別なね反則攻撃はやりますけどね、はい、まあ、レスリング自体やらせてもですね、はい、やっぱりあの巨体を生かしたね、非常にあのパワーのある攻撃がありますからね。あーはーはー、決してあのジャガーが言うようにテクニックがないわけでもなさそうですね、まあ、ジャガーもあのその辺のところでね、テクニックという面ではね、やはりそれは横田がナンバーワンでしょうけどね、あのパワーはやはりあのちょっと侮れないですよね。格闘技では大きな武器があります。ご覧ください、軽々と押し出しております。僕らなんでもあの反則だけじゃね、はい、勝てませんからね、練乳です。そして今ダンプ松本にタッチいたしました。さあロープに振られました。とこれは空振りであります。しかしニアツが入りました。強烈なリアート、とカウントが入りましたか。いやー、やはり今みたいなね、なんでもないような一撃なんですけども、効いてるんですね、宮本さん。まあ、ショートレンジから一発いったんですけどね。あー、驚きました。簡単に決まってしまいました。ライオネス飛鳥。無差別な反則攻撃をする、こういうラフな相手にね、はい、やっぱり2人タッグで、やっぱり倒してもらわないとね。やはりあの、いやしかしダンプ松本見てくださいよ、調子に乗りましたよ、勢いに乗ってまいりました。2人を一気に相手にしております。ご覧ください、これがダンプ松本、すごい破壊力、強烈ですね。そして今クレンユーにタッチか、いやちょっと一発ね技を入れておいていきました。とこれがまともに決まったら大変でした。ヒップドロップ、クレンユー空振りでした。さあジャガーが行きました。ジャガーのヒップ攻撃ではあります。もう一発いった、これが綺麗に効いております。ニアッタ、そして今ライオネス飛鳥、高いところから強烈だ、あのラリアートですね。そうですね、はい、すごいですね、はい、もう一発、今度はジャガーが行くか、ジャガーがサーバー行くか、スルリとライオネス飛鳥抜けておりますアウト、入った、あっという間に1本を返しました。いや今あのライオネス飛鳥の中に入ったのに失敗だったんですけど、うまくかわしてましたね。返そうと思えばあっという間。松岡貴子さん、はい、さすがですね、疲
久間さんにね一生懸命言ってたんですよ、はい、動きが早いって ね、まあ、今の連携攻撃は本当に、はい、あの松本が出てくるのは隙がなかったですよね、まあ、このあたりがねさすがジャガー横田、そしてうまくこれをねまたリードしておりますライオネスアスカ。さあ一本一本になりました。リング上はジャガー横田、ダンプ松本、ちょっと睨み合いを演じております。さあいよいよラストラウンド、一本一本から決勝の一本であります。後ろ危ない、あそうなんですよね、今のは完全に騙されました。後ろからダンプがいった、しかしジャガーがこのままどうでしょうか、相手の体がちょっと大きすぎました。エビ固めは決まりませんでした。しかしロープに振って今度はヒッパーアタックはカウンター、一発入りました、ガッツポーズ、そしてもう一発ロープに振っていった、ジャガー横田の18番であります。さあ今度はクレーンユーマが入った、中に入れられた感じであります。そしてライオネスアスカにタッチいたしました。この辺りのコンビネーションは誠にバッチリ見事に決まっております。後ろに落としましたライオネス、そしてエルボーです。さあカウントの体勢に入ります、顔面真っ赤、もう汗びっしょりになりましたライオネスアスカー。さあ政権攻撃、まともに朝入った3発4発連発、ライオネスアスカー必殺政権攻撃、そして今度はブレンバスターの体勢だ、ブレンバスターどうですか、決まる、さあライオネスこれ決めるか、カウントは2であります。あの100キロの U をですね、ブレンバスターで持ち上げるというのは大変なことですよね、大したもんです。そしてエルボーでいったのはジャガー横田、この辺りのコンビネーションは誠に見事、危ない危ない、はい、ね、バケツが出たぞ、うまいですね今のタイミング、ちょっと避けられませんもんね、マンジに入ってますから、そうそう強攻撃、バケツが出ました、一発で引っ込んでしまいました。さあバケツを持ってクレンニューが待っている、いや今のはもうあのままね決勝の一本決まるかと思いました。そこへバケツ攻撃であります。サビをつがいね、あるいはあのジュースの缶を使い、そして今のようにバケツを使い、ありとあらゆるものを狂気にしてしまいます、このメガトン凶悪コンビ。さあバシッとライオネスアスカ動くか、止まりました。そしてロープを、あっとロープ越えですね、あーこれは勝った円錐切り、鮮やかな円錐切り、ちょっと油断があった。さあ勝利のための体勢に入る、入った、またジャガーが出ました、ジャガーはコブラツイスト。さあ勝利のためとコブラツイスト両者ともに得意技、しかしあダンプが出てまいりました。一旦は2人を決めたんですけども、ジャガー横田は場外にモンドリ打って、そしてクレンニューはどうするか、クレンニューはあーっとライオネスアスカ放送席の前、放送席の前、あーっとあージャガーが、ジャガーがやられている、ライオネスがやられている、ほら向こう側ではライオネスがやられている、あーっと2人を巻かれたまんま、さあ2人を持った、ジャガーが怒った、ジャガーが怒ります、ジャガーが怒ったが、これはどうするか、たったった、あーっとこれは IHIH マネージャーが出ました、マネージャーが出ました、あーっとゴング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 の要請がありました。今のは両者場外カウントアウトですか、はい、おーレフェリーの判定はそうなんでしょうけど、はい、まあライオネスアスカ選手がですね、リングに生還しかかったんですけどもね、はい、まあ、マネージャーがぴったり体を抑えてですね、上がらせなかったわけですよね。あー両者場外カウンターを取られてしまいました。しかし最終的には私はよく分かりませんでしたが、マネージャーが抑えしたわけ、そうですね、だから本来ならばやはりおかしいな、200キロコンビの反則ということになるんですけどね、ライオネスが怒った、ライオネスがマイクを持って怒った、今のはそうでしょう、今のはちょっとマネージャーがライオネスの足を押さえてました、はい、おっと場内騒然としております、場内騒然としております、マネージャーが放送席に来てるけども、マネージャーが悪い、あ今あのコミッショナー
ったんですけども、どうもこれにジャガー横田もあるいはライオネスあそこも納得いたしません。まあ、あの両者場外関東足は仕方がないということなんでしょう、まあね、えしかし懸命お客様に懸命の抗議はライオネスあそこ今ようやく控え室に引き上げていきました。満員の那覇市大野山体育館であります。いやお客様 もうアデントしてますけども、放送する方